はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサです。本日はですね、ロミオ最終上限解放が来たということで、まあ、レベル100の方にして触ってみたんで、感想の方を語っていきたいなというふうに思います。いや、ロミオの評価なんだけどね、いや、これは強いですね。いや、これはすげえ優秀になったなというのが正直なところなんですが、まあ、ちょっとこちらの方、性能を見ていきましょう。ロミオレベル100なんですけれども、奥義効果がまず変わります。奥義効果が今まで追加ダメージだったんだけど、ラーマアクータ一アビですね、一アビが発動。これめちゃくちゃ強いっすね。このラーマアクータの効果もちょっと変わってますね。攻防ダウン累積がついて、さらに自分に玉水の刻印を付与効果がついてます。つまりで、あと英霊1消費して敵の水属性防御ダウンが追加っていうのは据え置き。つまり奥義効果を打ったら、もうこの攻防ダウン累積 5% らしいで、水防御ダウン 20% 入るんですよね。で、まあ、一闇バシューンって飛ばしながら刻印も貯められるっていう。まあ、個人的にはダーント&フライハイトですね。ダーント&フライハイトみたいなイメージの使い方ができるんだけど、まあ、このキャラクターは、防御ダウン特化。そう、奥義を打つだけで、敵の防御 25% ダウンできるキャラクター、奥義キャラクターって、いないんじゃない？今まで。今までの世界にいなかったんじゃないかなっていう風に思うんで、いや、これはかなり優秀っすよ。で、まあ、ニアビア据え置きの、サナビちょっと変わりました。増幅状態に移行しますってなったんだけど、そこから即座にアビリティ採取を可能になる。で、増幅状態時に連撃アップ。水属性追撃効果。通常攻撃時、敵全体に水属性ダメージっていう。まあ、この通常攻撃時、敵全体に水属性ダメージっていうのは、あれですね。まあ、イベントの周回とかで使いやすい、アビリティかなっていう風になってますね。まあ、追撃と連撃アップっていうのがあるんだけど、さらにですね、サポートアビリティによって、この英霊効果時攻防アップ、これ別枠 30% 上がるのね。まあ、これが、だから、黒猫防術あるとき、攻防アップの、ダント&フライハイトとちょっと似通ってるねっていう話なんだけど、英霊効果時に攻防アップ。で、さらに連撃も上がって、追撃もついているっていうような状態になってるから、まあ、奥義パーティーでの採用、奥義を打った際にですね、一アビを発動するよっていう、まあ、奥義パーティーでの採用も可能だし、さらにですね、さらに、まあ、普通に通常攻撃で戦うことも可能だよって、っていう、まあ、かなり幅広く戦えるようになったキャラクターだと思いますね。で、サポアビその2が、玉水の刻印が2以上の時、自分の火ダメ無効1回&毎ターン英霊が1回復するっていう。で、まあ、攻撃を受けたら水の刻印を2消費する。まあ、ちょっとじゃあ実際にやってみようか。うん。いや、これはね、ちょっと1回奥義使っただけでわかる、もう強いやつやんっていうやつなんですけど、まあ、ちょっとね、水パのすごいいいところは、カツオヌスがあることですね。まあ、割とカツオヌス採用型の編成だったら、まあ、こうやってカツオ召喚した時に、まあ、裏柱とかですよね、基本的には。まあ、奥義2回かますぜっていうキャラクターが、まあ、いたと思うんだけど、まあ、ロミオを2番手、まあ、ないし3番手とかに配置してあげて、まあ、最後の柱を生かすみたいな形だったら結構相性がいいんじゃないかなというふうに思ってます。で、ちょっと奥義かまします。こうやって奥義をかますと、ソーデビーベローナ370万に加えて80万で、攻撃力累積ダウンと防御累積ダウンと水防御ダウンっていうのを与えるんですよね。いや、火力的になので、まあ、結構高くなってる。まあ、この編成正直この編成は正直ウーノは特に必要ないんで、まあ、火力だけを出しますよ編成の場合だったら、これとかすごい強いんじゃないか。バジラ入れて、これフォリアだな。バジラと間違えた。エルーンだったから。バジラと、まあこれ、こんな形とかは、割と強いんじゃないですかね。まあちょっとアビポチの回数が増えちゃうから、アビポチ少なめ編成で考えるとするんだったら、例えばだけど、この形ですね。ベイン。こういう形だったら、アビポチなしでのすごいダメージが見込めるような感じになってるんですよね。まあ、奥義効果によって、ロミオが防御弾を上げて、ベインがダメージを与えて、で、バジラが奥義2回打って、で、さらに敵が特殊技を打ってきた時に、ベインがカウンターして、ライジングフォースの、ダンテ・アリゲーリのカウンターが発動するっていう形になるから、例えばこういう形だったら、アビリティ、まあ、
水着グレア採用すればいいんじゃないって思うかもしれないけど、水着グレアは1アビとか2アビ押さなきゃいけないんだけど、この編成はアビリティを押さずに敵の防御もがっつり下げられるし、もうダメージも高くなってるっていうような形にできますね。まあロミオがいることによって、こちらのこういう形の編成が、まあ昔と比べると生きるようになったのかなっていうふうに思うと、まあちょっと幅広く、まあ扇キャラクターとして、扇編成としてはかなり幅が広くなったかなっていうのが、個人的な印象でございました。ちょっとちなみにダメージ見てみようか。ダメージを見てみると、ここでロミオが奥義を打つことによって防御低下 25%、 素晴らしい。防御低下 25% 出てるから後続の火力アップに寄与します。銀河神防御ダウン 25%、 奥義一発打つだけでかかるのはなかなかないですね。そう、バジラの奥義ダメ、ここで400万ポーンって出せるのはやっぱり、ロミオのパワーのおかげなんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、ここで奥義打った後に敵が特殊技を打ってくるって感じで考えると、まあ大体2700万ぐらいかな、装備とかがっつりねったら。もう2500万、今2500万ダメージ出てるけど、まあ2700万、2800万みたいな感じでダメージを出せるんじゃないかなと思ってます。はい、まあ扇軸に関して言うのであればこんな感じかな。まあ割と使い分け、理想になんかこう水パって扇軸のその層がかなり厚いから、さっき言ったように水着グレアとか、まあ例えばだけどバンピー&ベスとかね、かなり層が厚いんで、まあロミオが絶対入ってくるぜとは言えないけど、まあ今のね防御低下、圧倒的な防御低下量としての役割は持てるんで、まあそこら辺で入ってくる可能性は結構そこそこあるんじゃないかなと思ってます。で、まあ増幅状態ですね、増幅状態に移行します。増幅状態に移行すると連撃が確定して追撃がついて、ターン終了時全体ダメージが発生して、さらに1アビと2アビが強化されます。1アビが、英霊を2消費して2回発動します。増幅状態の場合で、2アビは英霊を2消費して味方全体の火属性のダメージを軽減します。じゃあ1アビ使ってみようか。ダメージ高いですよね。かなりダメージが高くなってる。で、サポーターアビリティ、英霊付与時に攻防アップっていうのがついていますから、まあこれによってですね、攻撃力他のキャラより高い。ほら、主人公より高い。42万、41万。他のあのキャラクターよりも割かし攻撃力高いなっていうようなのが、まあ見受けられるんじゃないかなと思ってます。で、さらにここからですね、まあ英霊が、刻印が2以上ある場合、英霊が毎ターン1回復するよっていう効果があるから、まあ、こういう風にやっていくと英霊がですね無限機構ですね。英霊無限機構、まあ、アビリティを押しやすくなるかなっていうような感じです。で、増幅状態で奥義効果を打つことによって、そうですね、2回発動してますね。今の見たら分かるように2回発動してるんで、まあ、このダメージを稼ぐのも、さらにダメージを稼ぐ性能もさらに上がるっていうですね、まあ、増幅状態での1ポチこそ必要なもの、増幅状態で戦うっていうのも割とオツなものな感じがしますね、というふうに考えると、まあ、なんかロミオはアタッカーとしての性能も高いし、でさらに奥義パーティーとしての採用も考えられる幅広いキャラクターだったかなっていうような感じです。さらにさらにですね、なんと先日のアップデートによって得意武器が今まで剣オンリーだったんだけど、まぁ、ちょっとジュリエットとかとなんかこう組み合わさったのか、杖得意も追加されたのね。そう、水属性の杖得意ってすごい優秀だし、得意武器水属性の剣パも杖パも割と優秀なキャラクター多いんだよね。例えば水剣だったら、リミテッドカタリナでし、ヨダルラーハもいるでしょ。で、さらにシャルロッテとかもいるし、なんか割とこう、優秀なキャラクターがかなり剣パって多めで、俺剣染めパーティーとかも組みやすいんじゃないかな、組めるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。まぁ、例えばルシオとかもそうだし、最近のキャラクターだと、まあ、スツルムとかもかなり優秀なので、まあ、剣派の層は実は最近こっそりさらに厚くなってるなっていうような印象です。で、さらに杖派で言うと言わずもがなですね、カリオストロと相性がすごいと、カリオストロの技巧確定のパーティーとかは
ロミオがいることによってですね、追撃がつくようになるから、追撃がついて攻撃力が上がりますよという風になってるから、まあ、あのカリオストロの一夜火とかをがっつり組み合わせると火力的にも高そうだから夢が広がるなとか、まあ、そんな感じでですね、ロミオはすごい優秀なイメージが、まあ、ついたな。個人的には最終上限解放でかなり性能としては上がったなっつうのが正直なところでございました。まあ、いろいろな用途に通常あの扇軸に使うもござれ、まあ、カバウ効果があるから、まあ、ダメージカット要因として持っていくのもござれでさらにカバウに加えて刻印をしっかりと貯めるような動き方ができれば無敵状態で、あの刻印ゼロ状態のクレデンツァでも受けられるんですよ。そうラーマアクータとかをもうこれゴリッと打って、で、あの、刻印を付与して、で、刻印ゼロでもカバウ効果っていう風につければ、玉水の刻印が2以上の時の火ダメ無効がつくから、カバウプラス無敵っていう状態を一人で作り出せる。アンチラみたいな動き方ですね。アンチラの奥義プラスニヤビみたいな動き方も事故でできたりとか、高難易度ボスにもですね、まあ、ちょっと頭使うことこそあれど、まあ、使うことができるんじゃないかなっていうところとか、うん、まあ、かなりね、幅広くなったんで、はい、ぜひとも、こちらのロミオ、強いっすね。俺は強いと思ってる。可能性の塊だと思ってるんで、ぜひともレベル確認してみてください。はい、という話でございました。そんな感じのロミオ評価でございました。皆さん参考になれば幸いでございます。もしよければね、何かご意見あったら下のコメント欄に書いてみてください。それじゃあまたお会いしましょう。いや、これはいい、これは俺は好きな性能してる。